オ、寝れない部屋のラジ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 オ。第7話、ビッグなお知らせだーい。おはようございます。この番組は東京で演劇をやってる劇団寝れない部屋が不定期でお送りする DIY 型ラジオ番組です。おはようございます。で、今喋ってますのが寝れない部屋で共同主催をしてますコピテウスと申します。おはようございます。共同ということで、もう一人川島さんという主催がいますが、この番組は私の一人喋りでお送りしております。おはようございますって言いましたけど、現在の時刻、5時49分、朝の5時49分です。ちょっと失礼しますね。あ、すいません、ちょっと朝なんでコーヒーいただいてますけど、もう大変ですよ、本当に。なんでこんな時間に？しかも土曜日の朝ですからね、あのラジオの放送日の土曜日の朝です。どういうことっていう感じですよね。あの、早起きしたわけじゃないんですよ。あの、昨日、もう今日かの1時、夜中の1時半に川島さんがラジオの収録から海浜幕張から帰ってきて、で、あ、じゃあそっから撮るのかって思うじゃないですか。そしたら、いや、まず腹ごしらえだって言われて、あの、車で吉祥寺の天下一品に行って夜中にラーメン食べて、で、戻ってきてから打ち合わせして今ですよね。なんかなんやかんや、あの、編集作業とかいろいろありまして、こんな時期になってしまいました。で、前回ですね、前回の放送、ゲストに早川みゆきちゃんが来てくださいました。聞いてくださった方ありがとうございます。まだの方ぜひお聞きください。最近私も聞いたんですけど、結構テンポが良くて1時間あっという間だったなって思って、って言ったら、さっきそれも言ったら自画自賛ですかみたいな感じで言われて、別に私だけを褒めてるわけじゃないしって思ってね、いいじゃないですか。その早川さん、喋り上手ですよね。あの、何ですかね、声も可愛いし、さすがラジオやってらっしゃる方だなって思いながら聞いてました。で、そうです、今日この放送はですね、超ビッグな発表がございます。ビッグな発表なので、かなりエネルギーを使うあの放送になると思います。エネルギーを使うためにいつもより短めの内容となりますので、あの、ぜひお聞きいただければと思います。ということで、今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。では本日の1曲目に参りましょう。寝れない部屋フューチャリング中村たまきでハイリーエモーショナル。いつ全部
た曲は寝れない部屋フューチャリング中村たまきでハイリーエモーショナルでした。寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りします。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋共同主催のコピティウスがお送りしています。さあここで超ビッグなお知らせに参りましょう。イエーイ。なんですけど、なんですが、ここからは YouTube らしく動画をご覧いただきたいと思っています。まあいつもラジオだけなんでね、音声だけなんで、映像ずっとサムネみたいな感じの流れてるんですけど、で、普段ですね、聞いてくださってる方の中で、作業しながら聞いてるよっていう方もいらっしゃるんですけど、今回ね、いつも耳だけで聞いてる方、一瞬画面にご注目いただければなと思います。その前に一旦コーヒー飲む？ちょっと心の準備しつつね。コーヒーすするの下手だな、私。しかも声朝声になってますよ。なんかガラガラですよね。寝てないんだけど。私ちょっとすすってみますね。じゃあ川島さんどうぞ。吐息までいただきました。上手だな。ダメですね。ちょっと精進します。はい、ちょっとどうでもいいこと話してるけど、そう、ラジオなのに動画なんですよ。どうですかね。ちょっと一瞬見てもらえたらと思うんですけど、見てからいろいろ言います。じゃあそうしましょうか。ではご覧いただきましょう。どうぞ。ということで、次回公演の日程と劇場が決定しました。やったー、おめでとうございます。ありがとうございます。改めてご紹介していただき、していきたいんですけれども、寝れない部屋の第9回公演、タイトルは先ほど見ていただきました通りバッドバッドウルトラですね。前回までの、その今回リニューアルしてるんですよね、予告が。今見ていただいた映像がで、今までのも YouTube にはアップしてるので、ぜひ見比べていただきたいんですけれども、まずタイトル説明すると、バッドバッドウルトラのバッドとバッドの間に点があるんですけど、寝れない部屋の公演は全部今まで の作品のタイトルに点が入ってまして、で、今回英語にしたんですけど、英語でも点をつけようってなって、カンマっていうんですかね、を入れました。で、意味的にはすごい銀行強盗とかが入ってたと思うんですけど、内容にそういう悪いバッドな面とか、いろんなバッドっていう意味を含めつつ、超バッドだけどウルトラシー的な大どんでん返しが起こるよっていう、そういう意味が込められてるらしいです。で、そうですね、今までの今回リニューアルする前の予告は公演終わった後とかの予告映像っていう感じで劇場で流したりとかしてたんですけど、その時キャストの
子とかね、スタッフの方とかも見てくださって、すごい次の楽しみですねみたいな言ってくれて、嬉しかったっていうのはあったんですけど、前回その途方もない光やったんですけど、その前から、その前の近距離それは遠くっていう作品の時からバットバットウルトラの予告流してたんですよ。でその時は2本分の予告を流してた形になるんですけど、途方もないが光の予告よりもバットバットウルトラの予告がめっちゃいいですねみたいになって、あれ次のはみたいな、次のはまあいいんだけどみたいなうんうん、わかるけどちょっと寂しいなっていう感じもあったんですけど、やっとね、次バットバットウルトラだよって言えるし、楽しみにしてる方もいらっしゃるので嬉しいなって。そうですね、お客さんも同じ感想の方が多かったですね見終わって2本流れたのに、途方もないが光の方もいいんですよ、もちろん。だからただ再演だったっていうのもあるのかもしれないですけどね。そっちはあと音楽とかすごいテンション上がりますよね。テンポいいしかっこいいし、そういうところとかもみんな、あ、そうですよね、サイバーパンクが一応テーマとしてあるんですよね、テイストというか。だから舞台美術とかもちょっと頑張りたいなと思ってて、まだ全然プランとか練ってないですけど、これから楽しみです。で、日程は来年なんですよ。そう、今年はやれないんですけど、これは2023年の3月29日水曜日から4月3日月曜日までが公演の日程となります。で、劇場が、先ほど映像にもありました通り、下北沢の駅前劇場というところですね。駅前劇場は、まあ、下北沢って演劇すごい盛んな街なんですけど、その中で一番大きい劇場が本田劇場になるんですかね。で、その前、その一個ちっちゃいランクのところが鈴なりで、その次かが駅前劇場になります。大きさの度合いとしては朝のね、救急車が通りましたけど、ちょっとね、朝なんでいろんな音しちゃうかもしれないですけど、ご了承くださいで、話戻しますと、駅前劇場はですね、寝れない部屋史上最も大きい劇場ですね。なんですごい嬉しいですし、もうなんか期待を胸の期待を膨らませ頑張っていきたいなと思うんですけど、あ、そう、さっき言わせちゃったんですけど、いつもは水曜日か日曜日までなんですよ、公演打つの。でも今回劇場も大きいからちょっと長めにやりたいなと思って、で日程も劇場さんと交渉させていただいて、4月3日月曜日までになりました。ちょっと忙しい時期なんですけど、年度がね変わる3月から4月っていう、ぜひ予定を空けていただいて楽しみにしていただければなと思います。で、予告の内容についていきますか。さっきも言ったんですけど、音楽がかなりバージョンアップしてます。ちょっと聴き比べてみてください。さっきもう見たんですけど、川島さんと一緒に、なんかフェード音楽がどんどん大きくなってるいってるところとかもあるしね、なんか音楽作るのすごい時間かかったって言ってたんで、ぜひ聴いてください。たたえろたたえてますよ。でも本当にね、いいですよね、音楽作れるって素晴らしいですよ、本当に。で、助かってますし、なんか編集も結構変化させたということで、あ、このジャンル初めてなんですか。そうなんだ。このジャンルの音楽を作るのが初めて。なんかそんな感じしないですけどね、いつもいろんなのを作ってるから、何ですかね、舞台の公演中に流れる曲とかもほぼ作るじゃないですか。それを含めても初めてだったってことですか。サイバーパンクサイバーパンク、これがサイバーパンクなんだよみたいな定義がちょっと難しいけど、
一応そうなんですね。サイバーパンクの音楽、ロックとはまた別なんですよね。なるほど。でタイトルが出る箇所の映像も進化してまして、あの私が買ったソフトで作りました夜鍋をして作りました、そのせいでラジオ撮ってるのが当日っていうことなんですけどあとあのロゴもね若干変えてます。あの銃声が走ったところのロゴもかっこよくなってるので、そこも、あ、そうね、銃声のバキューっていうあれ煙なんて言うんですか、稲光みたいな、なんかあれかっこいいですよね。あそこ好きです。一番あとは作品の内容が予告にも入ってるんですけど、型破りな銀行強盗劇っていうのが一番大きいとこですかね。あとはその友情面とか、約束はピンチになったら駆けつけるとか書いてたんですけど、他になんか初出し情報とかあれば教えてほしいですまだ書いてないんですよね。そう、今回は川島さんが書けます。私書かないんですけど、あのそうですね、でも演出は一緒にできたらやっていこうかなと思ってます。そうですよね、あの川島さんだけで書いた作品はゆらがれど色みなもだったんですけれども、それ以来ということですごい楽しみです。まあ一緒にアイディアとか練れたらいいんですけどね、あの劇団員もいないし2人しかいないからAPN って言ってます川島さんがぜひあのアドレス宛てにね、一緒に考えたいですって方はご応募ください。で駅前劇場っていう劇場がですね、さっきも言ったんですけどちょっと大きめなとこになってまして、私演劇、そうですね、小劇場の舞台で制作スタッフとして入ったズッキュ娘っていう劇団があるんですけど、そこでも駅前劇場使いたいねって話をすっごい前にしてたことがあって、もう本当に旗揚げ当時ですね。で実際に使わせてもらえませんかみたいなあの打診をしたことがあったんですけど、その時はね使えなかったんですよね。これは理由はよくわかんないですけど、一応応募者多数だと抽選みたいな感じになるんですよ。でその時はすごい、まあ今もあれですよ、人気だと思うんですけど、もう本当に悔しい思い出があって、で今回寝れない部屋で駅前劇場使いたいねってなった時に、いや無理じゃないかなって思ったんですよね、そのことがあったから。で、まあ、今回も前回と同じように抽選みたいになりますって言われて、まあ一か八か応募しようってなって、で蓋を開けたら使わせていただけるということで、本当に嬉しいですね。もう震えました、その時私は。劇場演劇で初めて面白い作品見たと思ったのが駅前でやってたらしいです、川島さんは。そうなんですね。何見たかは覚えてます？私もまあ何個か見てますけど、結構ね名の通った方が出てたりしますよね。あ、川島さんが見たのは第27班の舞台ですね。あ、いいですね、なんかその思い出深いところでできるっていうのは素敵ですよね。あ、オフオフの時の辛さをはい、ですね、駅前劇場っていう劇場の隣にちょっとちっちゃい劇場があるんですよ。でよく隣にあるから間違えてあのお互いお客さんが入ってきちゃったりとかするオフオフシアターっていう劇場があるんですけど、寝れない部屋は実はオフオフシアターでは公演したことがあって、あの曲、そうですね、前ちょっと流したんですけど、浜境にてハゼルっていうあのコメディテイストの、あの作品をやった時にそこでやったんですけど、その時ね隣でなんかいっぱいお客さん入っていっちゃうから悲しい思いをした記憶がありますその屈辱を晴らすべく第9回公演ね、駅前劇場頑張りたいですね。そうですね、あの下北サンデーズっていうあのドラマですかね、あの原作小説ですよねっていうあの演劇 の, あのドラマがあったんですけど、
誰でしたっけ、あそうだ、上戸彩さんだ主役で、あの上戸彩さんが演劇を始めて、でいろんな劇場で公演してどんどん上り詰めていくっていう話なんですけど、そこでもそういう描写がありました。あまたしょうがないですねこれはね。はい、確かに、でもそれ見てました。私も自分がねその道をたどるとはその時思ってなかったけどでも楽しみです本当に。で第9回公演ということで、いわゆる本公演なんですけれども、で今年やらないってさっき言ったんですけど、もしかしたら年内にミニ公演的なものがあるかもしれません。まだ全然わかりません。第9回公演の準備しつつになるので、そっちがちょっとね手が足りないとかなっちゃったら、ちょっと今年の公演はできないんですけれども、なるべくできるようにはしたいなとは思ってはいますはい、そんなとこですかね。うん、以上あ、なおこの予告編は別に YouTube にアップするので、そちらで何度もチェックしてくださいということです。いやもう確実にもう一回見たいと思います。だから何回でも見てください、お願いします。で期待を膨らませてください上演まだまだ先なんですけど、来年だしスケールも大きくなるし、ウルトラな感じでやるのでぜひよろしくお願いします。はい、ではここで一曲お送りしましょう。寝れない部屋フューチャリングあゆで途方もないが光。これは一体何ですか？教えてほしいのに、どこか気持ち悪いのです。巻き戻されたビデオテープ、いくらすり減っても繰り返し、私は私のことばかりすごくうんざり。誰にも分かってもらえないから、独走の中で空飛ぶ。光
送りした曲は寝れない部屋フューチャリングあゆで途方もないが光でした。寝れない部屋本部から YouTube を使って全世界に配信中、寝れない部屋のラジオ。寝れない部屋のラジオ、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。ストレートお悩み相談。ラジオの王道企画であるお悩み相談にコピティウスが挑戦しようというコーナーです。前回は早川みゆきちゃんが来てくださった時に一緒にお悩み相談をしました。でプロジェクターの操作をしてくださるスタッフのしたらちゃんのお悩みに答えたんですけれども、毎度ながらしたらちゃんからの感想メールは届いておりません。 LINE も届いておりませんということで、はい今回も元気にやっていきたいと思います。今回関係のあるスタッフさんに無理やりお悩みをひねり出してもらいましたが、今回ご紹介するのは制作スタッフの大村琴音さんです。私たちは大村さんと呼んでます。年下なんですけどね貫禄がちょっとある可愛らしいお姉さんです。で大村さんは寝れない部屋ではですね、受付周りなどの制作スタッフを担当してくれてます。お客さんの対応ですね主に。あとはそのチケット関係ですかね、予約の状況を伝えてくれたりとか、そういう細かいことをしてくれてます。7回目と8回目公演でお世話になってます。はい、で大村さんはアメとムチという団体に所属してらっしゃって、普段は主張強めの指輪をしてますいろんな指にはめてますよね。はい、それおしゃれなお姉さんです。でそのさっき言ったんですけど、チケットの売り上げ状況とかを公演が近くなると全体グループの LINE、 全体 LINE に流してくれるんですよ。でその時に今何枚売れてますよっていう情報だけじゃなくて、みんなの士気が上がるような書き込みをしてくれてすごい助かってます。寒いので風邪ひかないようにしましょうねとか、体を温めるのはこれがおすすめですよみたいなプチ情報とかも載せてくれてすごいほっこりしてます。ありがとうございますいつも。ではそんな大村さんのお悩みを紹介しましょう。受付スタッフをしている時にやってきたお客さんにお金ないけど入れると言われ、思わず入れませんと答えてしまいました。どういう対応が正解だったのでしょうか仕事柄のご相談ですね。まず思ったんですけどこんな人いるんですね本当に。なんかそう、大村さんが7回目8回目公演やってくれたって言ったんですけど、どっちでしたっけね、8回目の方でしたっけ、私たちの公演で遅れてきたお客さんがいたんですよ。でそのともう大村さんが対応してくれたんですけど、公演中も受付にいて、で今までの物語内容あらすじ教えてもらえますみたいな言われたらしくって、入ってくる時に遅れた分の内容どんなのですかみたいな。それ聞いた時もそんな人いるんだって思ったんですよ。でなんか演劇祭の、そうですね、8回目は演劇祭だったんですよ。でその遅れてきた人、演劇祭の審査員の方だったらしくって、で大村さんも困っちゃいますよねそんなのね川島さんブチ切れてましたけどでも多分大村さん的には審査員の人だし、説明しなきゃいけないのかなみたいなふうに思ってくれたみたいなんですけど、もう本当にそれは遅れてきた人が悪いです。それはもう別に説明する義務はないしで今回に関してもお金ないなら絶対見れないじゃないですか。で聞くってどういうことなんだっていうね、もう本心的にはバカなのって感じですよねねえ、でも入れてあげたいなと思うかもしれ人もいるのかな、いるかもしれないけど、万引きと一緒じゃないですか。だって商品ですから。新しい正体の形かって言ってますけど、いや正体だったらちゃんとね、正体しますよっていう前提でね来てくれてるから、これはもう大村さん正解じゃないですかね、この入れませんっていう答えるのは。
って思います。私は、私だとして、私がやってたとしても多分入れませんって言っちゃうと思う、これは。うん、だから自信持ってくださっていいと思います。悩まなくていいそうですね、今回の感想は悩まなくていいっていうのが答えとなります。うん、大村さん本当にいつもありがとうございます。あのいろんなお客さんの対応してくださって、今回あの今後もいろんな方来ちゃうと思うんですけど、そんな人ばかりじゃないですしね、あの一緒に頑張ってもらえたら嬉しいです。はい、あ、そして今回は、あ、そうだ、大村さんもね、ぜひ感想メールお待ちしてますよ、一応言っときますね。で今回はですね、リスナーからお悩みメールも届いてるのでご紹介しましょう。ラジオネーム堀川くん、天然すぎて大好きさん。私配達員しとるんですけど、お客さんのところに荷物持って行った時にインターホンを押すじゃないですか。あれは押してから何秒待ってから名乗ります？ちなみに何度も名乗るの正直めんどくさいです。はい、ちょっと意味が分かんなかったんですけどインターホンを押してはいって出てくれてから言うんじゃダメなんでしょうか。もう押したらすぐこの堀川くん天然すぎて大好きさんは言うってことですか、名乗るってことですかね。あ、スピーカーついてないタイプっていうことか。そっか、え、そんなインターホンあるか。あるな昔ながらのとことかあるな。あ、田舎もしかしてすごい田舎に住んでいらっしゃいますか。全然いいと思いますよ、その田舎を否定してるわけじゃないんですけど。そっか、うち自分のね住んでる家を基準にちょっと考えちゃった。そうですね、まあどうなんですかね、ちょっとせ、何ですかねこれ、あの簡単に書きすぎな部分あるから、ちょっともうちょっと細かく説明してほしいですね。あの、うん、もっと詰めてもらっていいですかはい、もう一回送ってきてもらっていいですかね、お願いします。私的にはですよ、うん、私的にはそのはーいって応答があってから言えばいいんじゃないかなと思ってますけど、まあその配達員さんのね苦労とかはわからないので、まあなんかそれも含めてちょっと細かく説明をくださると嬉しいです。あ、そうですね、送ってくれたら採用2回分そうですねするので、ぜひあのちょっと今回ね解決しようにも難しかったので、ぜひ次もう一回送ってきてくださいよろしくお願いしますということで今回は以上となります。なんかすっきりしましたね。まだまだお悩みお待ちしてますので皆さんよろしくお願いします。以上、ストレートお悩み相談でした本当下手汚い私。あ、うまいな、何これこんなとこで、まあいいや。ではここで一曲お送りしましょう。え、本日のラストナンバーです。寝れない部屋で桜見えずとも。
送りした曲は寝れない部屋で桜見えずともでした。寝れない部屋のラジオ。寝れない部屋のラジオ。この番組は以上スポンサーゼロでお送りしました。YouTube にてお送りしてきました寝れない部屋のラジオ、早いものでエンディングのお時間です。第7回目でしたか。寝れない部屋のラジオですよね。本当に朝撮ってるからマジで寝れない部屋だなって思いました。はい、今回いつもより短めでお送りしましたけども今回は動画の回でしたね。うん、動画メインの情報をお送りしました。もう川島さんはですね、動画を作り終えて疲労困憊なのでまあいいんじゃないですかね、短めも。私始まった当初はこんぐらいだろうなって思ってたからちょうどいいんじゃないかなって思いますけどねあ、アンチ演劇やる気だった、やる気なかったやる気力なかった、うん、やる気力がなかったらしいですじゃあ結構で使いますもんね、それね、パワー。わかりますよ。でも楽しみにしてくださってる方もいると思うので、また次回以降やっていけたらなと思います。はい、ではここで寝れない部屋からのお知らせいきましょう。寝れない部屋第9回公演バッドバットウルトラが来年の3月29日水曜日から4月3日月曜日にかけて東京下北沢の駅前劇場で上演となります。やっと言えました、この情報ありがとうございます。年内にも何かあったりなかったり…劇団ホームページでは過去作品の上演台本を販売中、全公演分ございます。劇団員制作スタッフはオールウェイズ募集中です。そしてチャンネル登録高評価をお願いします。そして次回の放送なんですけど、ゲストがもしかしたら来るかも来ないかもっていう感じですね。実はゲスト出演したいっていう方が何人かいらっしゃるらしくってね、ギャラも出ないのにね、本当にありがとうございます私はゲスト来てくれた方が嬉しいですけどね。うん、フリートーク喋らなくて済むから、まあまだわかんないみたいなんで、ちょっと来るか来ないかはお楽しみにしておいてください。そして、川島さんは格安ジムに入会したもののあんまり行けてませんということですだろうな、だってラーメン食べてんだもんダメだよでは最後に番組のメールアドレスを紹介しておきましょう。番組への感想、お悩み、劇団への求人問い合わせなど、すべてのメールは寝れない部屋@gmail.com nerenaihea@gmail.com です。アットマーク前は劇団名をローマ字で書いたゴリゴリのフリーアドレスでやらせてもらってます。またもし感想をツイッターでつぶやく際はハッシュタグ寝れない部屋のラジオをつけてツイートしてください。うん、だいたいどのぐらいなんですかね、30分ぐらいかなぐらいか、まあでもちょうどいい気もするけど、まあちょっと出来上がってからのお楽しみですねはい、ありがとうございます。今回もということで寝れない部屋のラジオ、ここまでのお相手は寝れない部屋共同主催のコピティウスでした。バイバーイ。